マツコデラックスと村上信五、スーパーエイトが出演する今日30日放送の日本テレビ系バラエティ月曜から夜更かし、毎週月曜あと10時は秋恒例夜更かし的絵画コンクール、様々なことの平均値を調べてみた件、全国のご当地問題を調査した件を送る秋恒例夜更かし的絵画コンクールでは、芸術の秋にちなみ街行く人に絵を描いてもらい、課題別で画力テストを行う。犬、パンダ、スイカなどお題が続く中、陶器に絵を描き銀座で個展をしているという女性にミッキーマウスを描いてもらうと、あんた誰って感じよねと自身も驚きの出来栄えになる。その出来栄えになった理由とは。さらに今年の夏の思い出のお題では、プロレスのレフェリーを務める男性が国士から主役になり、イベントで注目を集めた出来事が明かされる。